どうも、カブト哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションの紹介とアシェット週刊マジンガー Z を作る、その2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。さあ、今日紹介するのはこれ、アシェット週刊マジンガー Z を作る90号。もう90号だね。あと10号しかないね。さあ、今日はどこを作るのか。前回はキッチンのサーチライトだったから、そろそろマジンガー Z を作りたいとこだけど、では早速いってみましょう。マジンゴー。よいしょ。じゃあ90号の中身見ていこっか。お、ボルクイプシロン2。これは、アルファベットがギリシャ表記になってるから、ゴーゴン太鼓の機械銃です。この機械銃は翼からミサイルが出せることと、あと頭から、ここに破壊光線って書いてあるけど、レーザーみたいなビームが出せます。それでボスは、相変わらず空を飛びたがってて、風船を膨らまして、飛行テストをするけども、あえなく失敗します。それでボスがね、どうしても飛びたいって悔しがってる時に機械銃が飛んでくるの、このボルクイプシロン2が。でね、ボスはね、これどう見ても機械銃なんだけど、この機械銃に、鳥さんどうか飛び方を教えてくださいって言って、でこのボルクイプシロン2は、ボスを背中に乗せてあげて、ボスの空を飛ぶ夢を叶えてくれるので、ボスを乗せたこの機械銃は光子力研究所に飛んできて、光子力研究所の破壊を始める。でね、光子力研究所に飛んでくるんだけど、カブト浩二とかさやかも、あれ、こんなところにあんな大きな鳥いたかしら、なんて言ってさ、なんかちょっとさ、なんていうの、緊張感がない感じなんだけど、光子力研究所が破壊されてて、機械銃だと気づく。それで当然ボスも機械銃だと気づく。でマジンガー Z 出撃して、機械銃は、ボスを乗せたまま急上昇を始めるので、マジンガー Z を追っかけて、機械銃を攻撃するんだけど、ボスに当たっちゃいけないって言って、なかなかクリティカルヒットを出すことができない。それでどんどん機械銃は急上昇していって、で、ゴーゴン太鼓は弓教授に向かって、このまま行くとボスボロットは、急上昇してるから気圧の変化でバラバラになってしまうぞって脅すの。それでもしボスを助けたければマジンガー Z を引き渡せっていう。で、弓教授は、仕方なくボスを助けるって言ってカブト浩二に連絡して、カブト浩二はマジンガー Z からパイルダーオフして、マジンガー Z を明け渡す。で機械銃は、空から降りてきて、ボスは解放されて、ボスはカブト浩二を、手に抱えて、研究所に逃げ帰る。でね、ついにマジンガー Z は、ゴーゴン対抗のものになってしまう。でゴーゴンは続いて、マジンガー Z もいないんだから、もうお前らに勝ち目はないから研究所を明け渡せって、今度は迫るの。だけども弓教授たちはそれは拒否するんだけど、そうすると、この機械銃と鉄仮面軍団が、研究所を攻めに来る。でその時に、ブロッケンとドクターヘルが飛行要塞グールで現れて、でブロッケンがゴーゴン対抗に、どうかマジンガー Z をくださいって言って、ゴーゴン対抗よかろうって言って、ブロッケンがパイルダーに乗ってマジンガー Z を動かそうとする。で、ブロッケンね、運転したことないからパイルダー飛ばすことはできたんだけど、なかなかパイルダーオンできなくてマジンガー Z を動かせない。で一方研究所では、ボスが一人で機械銃に立ち向かって、それで、その合間にカブト浩二はバイクでダイアナンエースと、マジンガーを取り戻しに行く。でブロッケンもちょっと慣れてきてパイルダーオンに成功してマジンガー Z をね、動かせるようになる。でもね、思うように動かせなくて、ダイアナンがミサイル攻撃したら、ブロッケンもめちゃくちゃにボタンを押して運よくロケットパンチを発射することに成功して、ダイアナンエースは倒れてしまう。でブロッケンはそのまま研究所へ向かう。で機械銃と鉄仮面軍団の攻撃で研究所破壊されているところに、
ブロッケンの操縦するマジンガー Z が来て、もう絶体絶命のピンチになるんだけども、その時にカブトコーチはサヤカからスカーレットモービルを借りて、ダイアナエースに合体するためにオーロラ光線出て滑走路が出てくるでしょ。そのオーロラ光線上をスカーレットモービルで走って、ダイアナエースに合体すると思いきや、ダイアナエースをそのまま飛び越して空高く飛んでマジンガー Z の頭上まで飛んだところでスカーレットビームでパイルダーのコックピットの窓を破壊する。それで空中でトーってパイルダーに乗り移って、ブロッケンを突き落としてマジンガー Z を取り戻すことに成功します。それで研究所に戻って鉄仮面はルストハリケーンでね、粉みじんにしちゃうの。ちょっと残酷だけどね。で機械獣と戦うんだけども、機械獣のこの頭から出す光線によってマジンガー Z はね苦戦を強いられてしまう。その時にボスが機械獣を後ろから押さえつけて、でマジンガー Z はボスそのまま押さえてろって言って、大車輪ロケットパンチで撃破。そんなとこかな。さてじゃあ作ろっか。バッテリーボックス、スイッチ、頭部、胸部外装の取り付け。はい、今日の部品はこれだけ。見てこれ、いよいよさ、マジンガーのこれ胸でしょ。すげーな、でっけーな。よいしょ、これ金属ね。それから、これはプラスチックで、これはまた配線だね。それとあとはネジとワッシャー。さて、じゃあやっていくか。はい、マジンガー Z です。これに基板をつける。これこれ、この2本を、この基板のところに接続します。基板の下から、線を通します。これ動くんだな。基板の下から線を通して、ここにはめ込みます。はい、もう一つも、下から通して、でここに、よいしょ、差し込みます。はい、できました。次このレインボーのコードを、よいしょ、よいしょ、ここに差し込みます。はい、はまりました。よいしょ。これはいつ作ったんだっけ。3号で作ったんだって。すげえ昔だね。よいしょ、電池入れとこうかな。でよし。これ C1 のシールを貼ります。はい、 C1 のシールを、はい、貼りました。今度このコードに C2 を貼ります。よいしょ、よいしょ。そしたらばと、ああこれ取れる取れる、これ取った方がやりやすいね。C2 を、ここに刺します。スイッチオン。そしたらばこのバッテリーの、これのコネクタを、これここに刺さってるじゃん、基板に。僕ね、3号を、これ3号で作ったやつだから見直したら、これはねテスト基板なんだって。だからいらないみたいだね。だから抜きます。よいしょ、抜いて、で
バッテリーの線をここにつなぎます。ガッチャン。それでこの棒に通して、したらこれを、ここに通す。したらばここにこれをはめる。そしたらばじゃん、頭を食べると、これこの線を、あ、ここだ、ここにこれをはめます。ここね、今はめたの。そしたらば、あ、そしたら合体だ。頭と、合体させて、でネジ止めだ。いや大変だなこれ。ネジにワッシャー通して、前から2番目の穴は、さらにこの黒いワッシャーを通します。5箇所です。 1,2,3,4,5 はい、閉まりました。そしたらば、逆側も、はい、止まりました。そしたらばこれに、どういう向きだ、こういう向きだな、これに、基板をつけます。基板をつける。もう一つ、基板をここにつけます。でネジ止め、はい、つきました。そしたらばこの線をここに差し込む。でもう一つこの線を、ここに差し込みます。よいしょ、差し込みました。で、次これをここにシャキーンと入れて、で裏からネジ止め。できました。したらば4箇所ネジ止めです。電流火花が体を走る。はい、止まりました。したらばこれを入れます。もう一つワッシャーを入れます。そしてたらばついにこれだな。これを胸にブッシャン。お、はまりました。で裏からネジ止め。よいしょ、よいしょ。そしたらば4箇所、すっげーやりづれ。そしたらば完成です。いやー、マジンガー Z 作り始めたね。胸がついて、顔もつきました。なんか出来上がってくると嬉しいね。結構ね、圧巻な大きさです。次号もね、続けてマジンガー Z を作りたいところだけどね、どうなんだろうね。また次回が楽しみです。アシェット週刊マジンガー Z を作る
迷子を組み立てるたびに動画にしていきますので、楽しみにしててくださいね。それからその合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。今日はご視聴ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。